界なんて飛び越えていく、そんな覚悟が今ここにある。よし、で、オッケーかな。あとはこっちの設定か。よいしょ。はい、じゃあやっていきましょう。ディティクティブコナン、名探偵コナン、疑惑の豪華列車、やっていきたいと思います。準備 OK かな。で、スタート。はい。お、環境設定、何、そうなんの、すご。操作設定、メッセージ早くていいか。テンポよく行こう。操作再開。セーブできるんだ。美月さんいらっしゃい、教えてね。なんか音量大きすぎ小さすぎあたり言ってください。調整しますんでよろしくお願いします。それで行きましょう。操作開始。よう、久しぶり、元気してたか。それにしてもこの間参ったな。オープンしたての地下遊園地であんなことが起こるなんてな。これはあれか、前作ってことか。多分そうだ。今後いつあんなことが起こっても大丈夫なように君に操作の基本を教えておくぜ。よく聞けよ。まず、左側の空欄には俺が手に入れた証拠や情報が入る。コナン、新一、ラン、コゴロ、ハットリ。そしてそれらが、いくつか集まったらそれを組み合わせて早速推理だ。考えたい項目を選んで、もうちょっと上げてもいい。あ、マジ俺の音。あ、ほんと了解。ちょっと待って。あ、こんなもんでいいか。これぐらいでいいか、とりあえず。よし。考えたい項目を選んで、右側に移す。おう。この時項目が3つ以上なければ推理することができないぜ。まあ少し証拠を集めようったってことだな。そして移し終わると同時に推理した結果が出るんだ。でも気をつけろよ。ここで間違った推理をしてしまうと話が進まなくなっちまう。そうなった時はもう一度推理を立て直してみようぜ。整理が正しければきっと何か新しい発見があったり、聞けたりするはずだ。どうだ、簡単だろ。簡単かな。俺とランの部屋は3号室だ。素敵な部屋ね。私、新婚旅行もこんな豪華列車でしてみたいな。この初期のラン姉ちゃんのなんかこう感じもいいよね。おいおい、急にそこまで飛躍するなよ。まったく服部やあいつらが、一緒なだけでも心配だってのに。ん？コナン君どうしたの？顔が赤いわよ。うん、なんでもないよ。あ、おじさんだ。おう。おい、ラン、あのガキどもなんとかしろ。うるさくてかな。しょうがないじゃないの。お父さんの部屋がたまたまあの子たちの隣だったんだから。あー、少年探偵団ね。はいはい。ねえねえ、コナン君、一緒に食堂車に行こうよ。食堂車？あら、こんなとこにメッセージカードがあるわ。そのメッセージカードはこの豪華列車の鉄道会社の会長からだった。今夜夜7時から食堂車に行って、晩餐会を開きます。皆さんお越しください。という内容だった。きっとすげえ料理がいっぱい出てくるんだぜ。他にどんな人がこの列車に乗っているかも、わかりますよ。部屋にいるとこいつらうるさくてよ。早く行こうぜ、ラン。そうね。それじゃあ行こうか、コナン君。おう、皆さんはじめまして。私が会長の、高坂武史、高坂武史さん。はい。皆さんはこの、ジャパネスク号の記念すべき、試運転に私がご招待した方々です。中でもスペシャルゲストは皆さんご存知、名探偵毛利小五郎さんです。はっは。いや、それほどでも。いやいや、それほどでも。どうしてコナン君まで照れるのかしら。この列車は最新の、列車技術を取り入れておりますので、振動が少ないのが特徴です。なお、設計主任の坂井、医師の中尾、それと私の孫の純子は都合により出席しておりません。今、名前が出てきたな。後で声をかけてやってください。それでは毛利さんに指名された方から自己紹介をしてもらいましょうか。おう。どうしたんですか？さあ、指名してください。あ、いいの？はじめまして、野上隆と言います。純子の大学の先輩です。はいはい。
野上隆。はじめまして、山手美香、貿易の会社を経営しています。はいはい。はじめまして、佐伯陽一です。山手社長の秘書をしております。あ、この人の秘書か。はいはい、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。え、この人は？中尾の妻で中尾恵子と申します。中尾さんは今一人来てないんだっけ？皆様はじめまして、女優の光京子です。こんな素晴らしい際に参加できて嬉しいわ。はじめまして、小玉みちるです。光さんのマネージャーをしています。あー、この人のマネージャーさんね。はい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 。オーケーオーケーオーケー。で、以上か。あ、走れる。出れない。ちゃんと紹介をしきらなきゃダメよ。はい、すいません。あ、これはあれか。お、あの、毛利ご一行を動かしてるっていう扱いなのか。きっと。それでは皆さん、ジャパネスク号の旅をごゆっくりお楽しみください。おい、コナン。これからみんなでジャパネスク号の探検に行こうぜ。この食堂車の他にいろんな部屋があるみたいだよ。これも社会勉強のうちですから。おじさんに叱られないかな。おめえらは寝る時間だろうが。なに？ほな、お前も叱られるのが怖いのかよ。いや、俺も行くよ。しょうがねえな、こいつらのおもりか。よし、ジャパネスク号。探検隊出発！あ、今度はあれか。少年探偵団として動く。うわ。うわって言っちゃいかん。あ、これで車両、ビップルームには鍵がかかっているぞ。入れないね。鍵がかかっているようですね。チェ、つまんねえの。そりゃそうだろ。ここは会長さんの部屋なんだもんな。お、ん？あら、子供がそんなこと何をしてるんだ。あ、こらか。やべ、逃げろ。逃げてどうするっつうの。あー、反対側から。あら、中尾先生、どうかしましたの？大声なんか出して。あ、この人が中尾先生。あ、これは光さん、子供たちが悪さを しようとしているので、つい、ところで光さんはもう会長との話は終わりましたか？ええ、先生はこれから？ええ、お休み前のお薬を届け。そう、それじゃあおやすみなさい。あの人が医師の中尾先生か。光さんってすごいいい匂いがしてね、コナン君。うん、香水の匂いか。なんか今のヒントっぽいぞ。ほら、みんなこの時なのね。今何時だと思ってるの？さあ帰るわよ。はいはいはい。203。おい、黒！黒！いや、なかった、コナン！服部黒！バカ野郎、脅かすんじゃねえ！どうしたの？平次兄ちゃん。ビップルームで、高坂会長が首をつって死んでるのが見つかったんや！軽っ！ちょっとやだ。なんだって？おい、コナンなんかどうでもいい。早く現場案内しろ。だからビップルームやって言うてるやろ。行くで。違った、コナン。よし。ビップ殺人事件。突然が。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。気に入っていただければ、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。他にも、ツイッター等もやっているので、ぜひともフォローの方、よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかことうかい東四郎でした。またねー。